はい、よろしくお願いします。今回は高校受験対策の文章題シリーズ第6弾をお送りします。で、今回この4問やりますので、まず1回ね、動画止めていただいて、ぜひチャレンジしてみてください。で、やってもらった後に分かんなかったり不安なところがあれば、今からね、自分が全部解いていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな。では早速ね、まず1番からやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。じゃあ早速ね、画面下げますのでお待ちください。よいしょ。でね、そう、全然関係ない話なんですけど、ちょっと風邪をひきまして、インフルじゃなかったんですけどね。で、まずそう、インフルめちゃくちゃ流行ってるらしいんでね、ちょっと気をつけてほしいっていうのと、風邪をひいた上に腰を痛めまして、何したかよくわかんないですけど、腰痛くてね。で、なんか変な体勢した時にピキってなるんよ、腰が。だからもしかしたら撮ってる時に痛っみたいになるかもしんないんですけど、ちょっと許してください。もしなったらね。で、今回のタイプの問題は、ぜひね、こんな見たことないよっていう方は、ぜひ一回やっといてください。自分はよく変な記号シリーズなんて言うんですけど、変な記号出てくるんですよ。今回、星と二重丸。いや、こんなんやんないじゃん、学校で普通。で、これはね、この星マークと二重丸のマークを、こういう風にルールを設定しますよって、勝手にルールをつけられる問題なのね。で、よく出てくるかっつったらよく出てこないです、受験で。出てこないんですけど、例えばみんなが都道府県立の格問やるじゃないですか。まあ、何年分やるかわかんないですけど、例えば3年分やったと。で、多分ね、3年以内に出てきてないパターンがあります。そんな2、3年に1回出るような問題じゃないんで。で、やったことないんだけど、急に出ちゃうんだよね、受験本番で。テンパるんです。やっぱり、こう、不意をつかれるというか、え、何これみたいな。で、なっちゃうし、これ本来で4問もあるでしょ。まあ、問題読んでればね、割とパッて取れたりはするんだけど、それテンパって4問全部落とすなんてことになってほしくないので、まあ、こういうタイプの問題もあるんだなと思って、ぜひぜひね、聞いてみてください。で、このタイプの問題のルールじゃねえや。大事なことはもう、ただ一つ。とにかく、ルールをちゃんと理解できるかどうか。ルールを読み間違うと全部落とします。そこ気をつけてください。例えば、今回だったら、まあ、こういう星とね、まあ、例が書いてあったんで、そのまま映しました。20星3が6です。20、20丸3が2。もうややこしいですね。こうなってると。で、何かっていうと、今、割り算してくださいと。この左割る右です。だから、まあ、筆算やってみると20割る3じゃないですか。こうやってね。で、36、18で、6余り2です。小数点以下を考えなければこうなると。で、その時の星マークは、小。ここね、答えです。が、6。だから、星マーク来た時はその割り算をした時の答えですよと。で、20丸の方は余りですよっていう。っていうルールなんだってことをきっちり理解した上でやっていきましょう。いいね。で、1番が、じゃあ37、星7と37、20丸7、求めなさいっていう問題。まあ1、問1だしね。これは普通に筆算やっていってください。なので、37。まあ筆算ね、やんなくてもいいんですけど、一応。7535。で、2と、こうなるので、星の方が答えが5。20丸の方が余りなんで答えが2となって、これで終了です。これだけね。ほんとこれだけなんだけどね。ルール読み間違うとアウトだから気をつけましょう。で、次です。A が文字が来ました。A 星7が7を成り立たせる自然数 A は全部で何個あるか求めなさいという問題です。で、元々の例に戻りましょう。A がわからないんですけど、こいつを7で割って、答えが7になるんです。星だからね、小ね。答えが7になるのってどれかなと。で、これはもう式で考えようとかじゃなくて、力技でもう出していきましょう。どれかなって。で、どう考えるかっていうと、例えば、じゃこれがね、まあ、20だったら今、37だったら5だったじゃないですか。ってことは、7で割って答えが7になるのどこかなっていうと、例えば、49。これ、7、49、まあ、ぴったり割り切れちゃいますけど、49だったら、小は7ですよね。49割る7。でも、48になっちゃうと、6なんですよ、小は。小あまり、6であまり6か。ってなるからね。で、ってことは、49から答えが7に入ってって、じゃあ50はって。当然、小は7ですね。7あまり1だから。ってことは、こう考えたときに、どこまでだったら小が7でいけるのかなって考えるんです。で、51も OK だし、じゃどこまでかなって考えていくと、56。56は7で割ると、8になるんですよね、小が。7、8、56だからね。ってことは、56はダメだと、1
個前の55だったら、7あまり6になる。こうか。こうだね。ってことは、49から55まで、49、50、51、52、53、54、55ってなるから、全部で、今何個って聞かれてるからね。7個と書いて、これで終了となります。で、答え方注意してもらいたくて、まあ、何個って聞かれてるから7個です。全部書きなさいと言われたら、49、50、51、52、53、54、55と、まあ、答えの書くからね。まあ、そこ気をつけましょう。まあ、こんな感じ。まあ、全部ちょっと力技だけどね。で、次もですね、自分はちょっと力技でやってしまいました。これね、まあ、A が2個ありますけど、14で割った時の星だから、小が3。で、20丸だから、7で割った時の余りが3。で、これを両方、成り立たせる自然数 A を全て求めなさいというもの。まあ、A を全部書けだね、今度はね。で、まあ、さっき言ったの力技でやってしまって、例えば、14で割った時、まあ、余り、小が3ですよね。まあ、さっきと同じように考えると、14なんで、3倍した時に3倍って42なんですよ。3かけるとね。で、42割る14をすると3ぴったりなわけよ。小が。で、ここスタートなんだよね。さっきと同じで。じゃあ、どこまでいけるかなって考えると、42、43、44、と全部書きますね。45、46、47、48、まあ、先に言ってしまうと、これに4をかけたのが56なんですよ。56。56になっちゃうと、56割る14すると、これが、小が4に変わっちゃうの。4。だからダメなんだよね。でもその1個前の、55だったら、3でいけるわけ。これが、42だから、小、3あまり13になるからね。ってことは、55までは OK だと。49、50、51、52、53、54、55と、全部で、14通りか。ですね。で、こうなったので、じゃあ、あとは、こっから、今、こっちを書き出したのが赤です。じゃあ、右側の、こいつの数字、今、これが、候補が上がってるから、7で割った時に、あまり3になるのどれかなって考えます。7で割った時のあまり3です。これであまりね。で、まあ、7であまり3だから、まあ、7度は考えていくと、7、6、42ですよね。ってことは、42があるから、45にすれば、あまり3出るじゃんって。42がぴったり割り切れるから。で、実際、やってみると、45、7で割ると、7、6、42で、あまり3ってなるからね。あ、OK ってなったと。で、次が、じゃあ7、6、42の次だから、7、7、49、49だよね。49がぴったり割り切れるんで、そっから3足したこいつです。52も、同じように7で割ると余りが3になる。この2つだけなんだよね、今。消しちゃってるごめん。だから、この2つが両方とも満たすものなので、答えの欄には、45と、52を書いて、これで終了となります。もしね、何個って言われたら2個です、答えるとき。全部書けって言われたら、こういう風に書いてください。で、4番もですね、これまぁちょっと2個自分で解き方やってみたんですけど、ちゃんとこう、計算式を立ててやる方法もいけるんですが、これも力技でいけます。やろうと思えば。そんなに苦労はしないと思う。時間かかるけどね。まぁ一応ちゃんと計算式の方でいきます、今回。で、両方とも20丸なので、余りを考えます。まずこっちから。これ、3で割った時に余り1なんですよ。3割った時余り1っていうのを文字を使って置いています。文字を、これ中2で習うんですけど、だから A だよね。A は、ある文字を使って、今 M と N 使いますけど、3で割った時に余り1っていうのはこう置けるんです。こうやって置く。これまあ中2で習ってるやつ。3で割った時に余り1です。で、こっちは4で割った時に余り3なんですよ。だからこっちも A は、4で割った時に余り3。で、違う文字を使います。ちゃんとね。M と L っていう。まあ、M、L は自然数であるんだけど、まあ、ちょっと、今、途中式を書く問題ではないので、端折ります。だから今、この2つの情報から式を2個作りましたと。で、A を、まあ、両方ね、成り立たせる A のうち、2桁の自然数は全部で何個あるか求めなさいなので、こっからまとめていくと。で、どうまとめるかっていうと、結局、A が主役なので、A イコールにしたいの。まあ、なってんだけどね。なってんだけど、この二つをくっつけてしたい。
で、どうするかっていうと、今、ここの数字が、ちょうど3と4になってるので、こっちに4をかけて、こっちに3をかけると、ある都合のいいことが起きます。何かっていうと、まあ、実際かけましょうか。4かけると、こっち、4A イコール12M プラス4なんですよ。こうやって。で、こっちに3かけると、3A イコール12N プラス9とこうなります。で、実際ね、連立方程式で引き算した後に A イコールにしたいから、一個数字が違うものをかけたかったの。こっちを 5A にしたらこっちを 4A にして、引き算して A にするみたいな風に持っていきたいんだけど、ちょうどここを4と3かけると順で揃うんだよね。それすごく都合が良くって。で、これを引き算すると、こっちは A です。もともと A にしたかったからね。で、こっちが、ちょっとまとめますね。12M マイナス 12N とこうなります、ここがね。で、ここ引き算になるからマイナス5ってなるんですけど、ここは12で揃うので、12でくくり出すことができます、こうやって。こうなる。12括弧 M マイナス N 括弧閉じマイナス5とこうなると。で、これが何を表しているかっていうと、もともと M と N っていうのは自然数で置いてます。まあ、ある自然数の数が入るわけです。で、それを引いてるので、実際 M-N って書いてあるけど、何かの数字になるのは間違いないわけよ。だから、書き直すと、A は 12× ある数字 -5 っていう状況になってる、今。M-N ただ丸に書き換えただけだけどね。じゃあ、これを満たすから、ここある数字が入るからね。自然数が入るから、じゃあ、そこに数字を入れてって、二桁の A って言われてるから、二桁になるやつを探していこうって考えるんです。例えば、ここに1を入れます。1を入れると、12×1 で12。12-5 だから7になる。二桁になってないんだよね。だからダメなの。でも、ここに2を入れることによって、24-5 だから19になる。A 二桁なりましたよね。あ、じゃあ、2の時 OK だ。じゃあ3は36-5、31OK。チェックしていきます、こうやって。4は、5は、6はって、どんどん OK なんですよね。でも、数が大きくなっていくから、いずれ3桁になる。じゃあ3桁になるところはどこなのかなって考えると、ここです。9です。9を入れてしまうと、こっちが106になります。12×9 でね。ごめん、108。ごめん。108になります。だから、108-5 が103なんで、3桁になっちゃう。だから、こいつはダメなの。つまり、ここに入る数字は、2から8までが OK。で、今は、A を全部書きなさい。こっちみたいにね。全部書きなさいではなくて、何個あるかを書きなさいだから、だから、1個、2個、3個、4個、5個、6個、7個って分かるので、ここの答えが、7個で。これで終了となります。まあ、ちゃんと解くとね、まあ、自分で一回これでやって、で、合ってるかなと思って力技で一回解いたんですけど、力技はどうやるかっていうと、まあ、これちょっとめんどくさいですけどね。まあ、時間がある条件、時間が余ってて、一通り解いてね、解いて、なんかできなかった問題で取れるやつないかなって探すわけですよ。試験本番で。で、その時に、3で割って余りが1じゃないですか。で、A が2桁って分かってるから、まあ、こっち先にやったら本当は楽なんだけど、例えば、3で余り1だから14か。14? そう。13だね。A が13だったら3で割って余り1なんですよ。余り1。で、次は16か。16、19、まあ、3つずつ増えるんだね。まあ、こっち書いた方がほんと早いんだけど。って言って、書き出すことはできる別に。いつか止まるからすごい数あるけど。で、その中で4で割って余りが3になる。やつを買ったの探していく感じ。例えばこれとかそうだよね。19とかさ、4で割った時に四四16だからあまり3になるでしょ。まあ答えとして該当するじゃないですか。で、それが実際2を入れた時、24-5ってこれ19になるから A はさ。まあ、これのことを言ってるわけなんだけど、書き出して力技で7個、こうね探してくるっていうこともできるので、まあそれはね、みんなの試験本番の時に残った時間と見直しでね、使う場所との時間をどこに使うかっていう作戦にはなってくるんだけど、まあこういうタイプの問題が出てきた時にこういう解き方、力を出る解くこともできますので、ぜひね、こういう感じで覚えておいてください。では、今回はね、この4問やらせていただきました。今回の授業はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。